ャニングフォースって、シミュレーション RPG じゃなかったっけ？違ったっけな？ファイアーエムブレムみたいな感じじゃなかったっけな？お聞きなさい。あれから1000年が経ちました。ちょっと待って、なんていうか、画面だけちょっと見てみたいですね。このゲーム確か僕持ってたような気がするんですけど。あ、ひらがなもできるのか。5文字。5文字か。じゃあいいや、死んでいいや。あ、なんかそんな感じやな。なんか、ファイアーエムブレムっぽいですね。第一章って感じのこと。感じがね。あ、これロープレか、普通の。あ、そうかそうか、こういう感じか。あれ、進めないの、これ。下に行けないのか。あと5分ぐらい、7分ぐらいで録画時間が終わりますんで。あ、これ普通のロープレイか。なんかファイアーエムブレムみたいなシミュレーション RPG っぽい感じじゃなかったっけ？違ったっけな。あ、いけないのか。そうか、なんかあれですね、王様かなんかに話しかけないと多分ダメなんでしょうね。これが白？仲間を揃えるのじゃ。階段があるね、これ。なんもないか。あ、来た。ノーバー様から話は聞いたぜ。あ、これで仲間が、仲間になるのか。はいはい。4人が仲間になって。5人か。合計5人になるわけや。6人目か、これで。外で出られないのかい？まだ出られへんのか。
これ多分初めてやるかもしれないですね。僕だから持ってなかったのかもしれませんね。やっと外出ます。あ、こういう感じか。あ、やっぱシミュレーションや、これ。ファイアンブレムみたいな感じのね。うん、やっぱそうですね。これシミュレーションゲームですね。シミュレーション RPG ですね。あ、あれ？ちょっと待って。あ、そうか、あれ仲間か。勘違いした。ここやんな。あれ？ちょっともう、あ、そうか、これキャンセルしてんのか、俺。あれ？なんで？いけないの？あれ？なんで戻んの？あれ？なんかよくわからんな。あ、やっと声出てきた。あと2分ぐらいで録画時間が終わりますね。なんかシャイニング&ダグネスっていうねやつ持ってるんですけど、あれに音楽似てますよね。なんかね、同じシリーズなんかな、どうなんかわからないですけどね。1ポイントのダメージ。魔法かなんか使わないと弱いんでしょうね。そか、飛ぶ道具だから斜め攻撃できるのか。そこはファイアエンブレムと同じですね。あ、もうあれですね。ちょっと録画時間が終わりですんで、はい、ここで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。一匹倒しましたね。なるほど。ファイアエンブレムにやっぱ似てますね。うん。